細川聖也3割飛んで2厘20本60点オッツ 0.854 これがゲンドラで残ってたという事実。こんな天才がなんで一昨年までベースで遊んでたんや。ゲンドラなかったら今頃は横浜戦力外だったんやろか。まあどこかが拾ってそうだけど。細川、牧、佐藤、坂倉、矢野、山本雄大こいつら同世代なのすごいよな。投手も山本由伸、佐伯、村上、山崎よりおるし、FA なら20億規模レベルの選手をゲンドラで取れてしまったという。ゲンドラばっかピックアップされるがドラフト5位でここまで育ったのもすごいわ。どの球団でも取れたチャンスあってのに中日に入ったおかげでバランス保ってるのよくできてるわ。あとは細川の打球に和田特有のバックスピンかけられるようになったら30本いけるな。細川ハマスタ打率1割4分3厘0本 OPS 0.372 覚醒してもハマスタだと打てない模様。横浜以外に指名されてたらもっと早く出てきてただろうな。球場で多少ブレるのはわかるけどこのレベルの打者がここまで打てないことある？細川真面目で謙虚です。ファン対応も一人一人に向き合います。矢印こいつの欠点。ゲンドラなんだかんだ1、3くらいは使える選手なのすごいな。あとはこんな精度なくてもトレード活発になるのが理想やけど。普通に大型契約あるやろ。打つ方の全てにおいてチュミドラ野手でナンバーワン。スター性バッチリ。こんな棚からボタ持ちの逸材絶対手放したくないはず。ゲンドラから球界トップクラスの打者になったのすごいわ。どの球団もチーム成績よりメンツを優先しがちやし、ゲンドラに素材型とか出すの怖がりだしそうよな。ノリを受け継ぐものは出てこなかったな。あのゆったりとした打ち方好きなんだけど無理なんやろな。投手の平均球速上がってるから速球打てるフォームじゃないときつくね。古田の方程式出てるの見たけど思ったより高度だったわ。無理かもわからん。あと小笠原の方がさらに意味不明だった。和田さんの指導の何がそこまでハマったんやろな。細川が横浜におった時代って打撃コーチだけはそれなりに有能揃ってたやん。本人の意識の違いもあるんでないの？ゲンドラに出されたということはもう後がないってことでもあるんだから、そこに和田コーチとの出会いがあって花開いたと。中日1年目の開幕前から和田が言ってたもんな。考え方と感覚がめちゃくちゃ似てるって。それで活躍するんやから和田理論は実践できればすごいんや。覚醒した今でもハマスタ苦手な以上 D じゃどうしようもなかったやろ。いいゲンドラフトやったわ。